松竹山古墳は大阪府柏原市国分市場にある古墳。形状は前方公園墳。松竹山古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定され、出土品は柏原市指定有形文化財に指定されている。古墳下に鎮座する国分神社大阪府東部、大和川左岸の松竹山丘陵町部に築造された大型前方公園墳である。 丘陵上に分布する松竹山古墳。かつて丘陵は松岡山と表記されたが、現在に松竹山と表記されるのは当地が船市大御星の出土地に推定されたことによる。古墳域は国武神社境内に所在し、別名の宮山は宮山に基づく。これまでに1955年1984から1986年度に、 調査が実施されている。噴景は前方五円形で前方部を正方に向ける。噴景は後円部では3段、または4段蓄生、前方部では2段蓄生。噴景表面では不き石、円筒波に割れつが認められるほか、噴景裾部では、遺体質みの外周施設体がめぐらされ、卑け下円形円筒波に割れつが樹立する。主体部の埋葬施設は、 公園部中央における石石塚城施設で内部に長持ち形石棺の原型式の組合式石棺が据えられ石棺の前後には立石が存在するこの石棺の内外からは多数の副葬品が検出されているこの松竹山古墳は古墳時代前期頃の築造と推定される墳球の板石積み石棺形式立石大円形円筒埴輪などの点で 全国的にも得意な様相を示すが、一帯では築造の経済基盤となる工作地にとどしく、被装者に関して大和川水運や石材管理を担う職業集団としての性格を指摘する説がある。柏原市域では南西約 1.6km の玉手山丘陵に、松竹山古墳と、ほぼ同時期の玉手山7号墳の築造も知られるが、 両古墳の様相は大きく異なるため、同古墳とともに古墳時代中期の大和大王墓の映像以前の河内地方の様相を明らかにする点で重要視される古墳になる。古墳域のうち公園部は1922年に国の史跡に指定され、近年の出土品は2008年に柏市指定有形文化財に指定されている。なお、かつては、 船氏をごぼしの出土地を本古墳に否定する説もあったが、本古墳含む松竹山古墳群は前期古墳群であり船をごと時期が異なるため、現在では否定されている。古墳の規模は次の通り。墳球場については150メートル程度と復元する説もある。墳球1.2段目では、玄武岩遺体史を垂直に積んだ上に円歴を斜めに吹く。 また、噴丘南側では、遺体紙を斜めに突き刺すように、積み、前方部前面側の噴橋では、遺体紙で構築したテラス面に、楕円形円筒波には据える。これら周囲の遺体紙積みも含めた、古噴総長は、約155メートルに及ぶが、北側は、崖面のため遺体紙積みは、南側のみに設けられたと推測される。公園部噴丁中央右に、石棺、前後に縦石。 主体部の埋葬施設は不明。公園部墳庁において、石棺周囲に玄武岩の遺体種が散在し、一説には縦穴式石室とされるが、石室というよりは、石石塚城施設とも指摘される。施設内部には、組合式の石棺が据えられており、石棺主軸を南北方向として、現在は公園部中央に露出する。この石棺は外石。 底石角1枚、足石4枚の計6枚の石材を組み合わせたもので、解石、底石は黒雲木加工岩。足石はザクロ石角仙石安山岩。または、凝海岩になり、足石2枚には縄掛け突起を伴う。底石表面は、被葬者の体に合わせて彫り込まれている。大応募によく見られる長持ち形石管の原型に位置づけられるが、 本古墳例の場合には、小口石が内側に位置して、小室上空間を作り、外石は扁平で縄掛け突起を伴わないなどの特異性を示す。この石棺内外からは、多数の副装品が出土している。また、この石棺の前後には、穴の開いた立石角1枚が依存する。南石は高さ2.3メートル、幅1.4メートル、北石は高さ1.8メートル。 1> 幅1.4メートルを測り、各石とも上部に昇降を有する。築造当時から建てられていたと推測されるが、目的は明らかでない。類例に、先量産古墳の立石が知られ、銅古墳の場合には、石質石材の依存と推測されているが、本古墳の場合に、石質石材とするには、否定的な見解が強い。その他、墳丘足ビレ部に、縦穴式小石質が、 墳糾第一段テラス部に箱型石棺が認められ、その他にも商売層施設の存在が推測される。二重公園壺、1955年の調査による出土品は次の通り、多くは1877年の出土後に再埋納されたものと推測される。現在は大半が京都大学に保管されている。 近年の発掘調査による主な出土品は次の通り。これら大円形円筒派には3点、坪形川原家2点は、柏原市指定有形文化財に指定され、現在は柏原市立歴史資料館に保管されている。所在地交通アクセス関連施設周辺。ありがとうございます。